トッカートと風ガ二単調、ドリア調、BWV538 は、ヨハンゼバスティアンバッハのオルガン独奏曲。作曲年代は、バイマール時代の1708の17年。ドリア調という愛称は、古い寄付法によって二単調にもかかわらず調合なしで、寄付されたため、後世に、教会戦法のドリア戦法の曲だと誤解されたことに、由来し、実際には、特に、 ドリア戦法に基づいているわけではない。近代の規則が要求するより少ない記号しか用いない寄付法は18世紀半ばまではごく普通に見られる。しかしながら、より有名なトッカータと風が二単調 BWV565 と区別しやすいことから、現在でも、慣習的に、ドリア調と呼ばれることが多い。トッカータ学賞は、多性の模倣様式によっており、 開始からの16分音符の動きが、ほぼ終始一貫して、学章の終わりまでなり続けており、これが異なるセ部ブに受け渡されるため、コンチェルターと様式で朗作されたような印象さえ、醸し出される。バッハはわざわざ手を焼いて、オルガニストがどの手鍵盤を演奏すべきかについても、指示を出しているが、これは当時としては異例なことであり、また、バッハの作品でも他に、類いが見られない。 このトッカータは、バッハの大抵の開かれた自由形式によるトッカータに比べると、より独立性が強く、しかも自己完結した上手が認められる。風画学章は、長く手が込んでおり、シンコペーションや4度の上高跳躍といった特徴を持つ古風な響きの主題が含まれる。風画主題自体が、トッカータ冒頭部の旋律線最高音から導き出され、 両者は内面的にも密接な関連性がある。最終4小説において、アンティホな風の和音がもたらされて、悪巻の締めくくりとなるまで、厳格対応による風画の展開が続けられていく。222小説にも及ぶ長大な風画には、緊張の主観は認められず、4回現れる、ストレットによって、緊張感は、風画集結までさらに高められる。 本作のフーガの処方は、BWV540 のそれに実によく似ている。どちらも、標識号にあら、ブレーベが使われ、大抵のバッハのフーガが16部音符を用いて、運動的なのに対し、BWV538 と540のフーガにおいては、動きの少ない2部音符のシンコペーションや全音符と一緒に、 八部音符の絶え間ない動きが特徴的な主題が使われている。しかも半音階や係か,かり止め、主題と応答の中断のない流れといった点も共通している。バッハは1732年9月28日、この作品をカッセルのシンゴールガン披露演奏会で演奏した。ありがとうございます。